京都競馬、11レース、シルクロードステークス1200です能力偏差値ですが B ランク3等 C ランク5等のレースとなりますこれから偏差値上位馬の適正分析を指数グラフで解説していきます最後に適正を反映した予想印を公開しますそれでは指数グラフへ切り替えます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。7枠13番、アグリです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層、2層前。 三層前に黄色線を上回っています。能力的には上位混線の一等で連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1200メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前はオレンジ色の着順が三着で紫の丸が1400。昨年の2月はオレンジ色の着順が一着で1400。 1400が適距離ですが、2層前の紫の丸。今回と同距離の1200では、まずまずの指数をマークしています。1200も守備範囲です。展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図により、レース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬が2頭います。先行タイプが7頭います。この一角侵入予想図の状況からは、 ミドルペースが予測できます客室による有利不利は少なそうです指数グラフに戻ってこの馬の客室を見ていきます一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は後ろから昨年の2月は2番手からの競馬です先行も差しも良い自在タイプです展開分析シートを見ていきます先行力は68で8位です 上がり指数は64で6位です。先行力、上がり指数とも平凡で、自在に立ち回れないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線、馬体重の黒線と指数の青線が、正比例しています。明日も、馬体が増えていれば、プラス評価していいです。次の馬を解説していきます。 暫定丸を打っています2枠4番ルガルです能力偏差値は2位で偏差値ランクは b ランクとなります金5層では前層2層前に黄色線を上回っています能力的には上位今線の一等で連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は紫の丸が12001200は敵距離です 展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は5番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は7。8で4位です。上がり指数は6。7で2位です。平凡な先行力で後位につけられないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。 暫定黒三角を打っています。八枠十六番、トゥラベスーラです。能力偏差値は三位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金五層では、前層、二層前、五層前に黄色線を上回っています。能力的には、上位混線の一等で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は、紫の丸が千二百。 5層前は、紫の丸が1200、1200は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、1層前はクバンテからの競馬です。5層前は後ろから、後方からの差し、追い込みが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は60で11位です。上がり指数は66で5位です。平凡な上がり指数で、指せないリスクも若干あります。 展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。6枠12番、名称空船です。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、3層前に黄色線を上回っています。能力的には、上位混戦の一等で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと、3層前は、紫の丸が1400、1400が適距離ですが、1層前の紫の丸、今回と同距離の1200では、まずまずの指数をマークしています。1200も守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、3層前は6番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。 展開分析シートに切り替えます先行力は93でトップです上がり指数は59で13位ですまずまずの先行力で前目につけられそうです展開面は若干のプラス評価していいです上的性を見ていきます指数の上の漢字が開催場を表しますここが数字だと当地京都での出走です京都では他の開催場と比べて高指数をマークしています 上的性はプラス評価していいです。過去1年間の対戦成績を見ていきます。暫定2 0丸を打った13番の対戦成績は、16番に対し、0勝1敗と負け越しています。13番の対戦成績には、リスクがあります。暫定丸を打った4番の対戦成績は、16番に対し、1勝0敗。12番に対し、1勝0敗と勝ち越しています。4番の対戦成績は、 高評価できます暫定黒三角を打った16番の対戦成績は4番に対し0勝1敗3番に対し0勝1敗と負け越しています。16番の対戦成績にはリスクがあります。暫定白三角を打った12番の対戦成績は4番に対し0勝1敗と負け越しています。12番の対戦成績にはリスクがあります。以上の適正分析を考慮しました。 最終の予想印です。本命二重丸を打ったのは4番ルガルです。能力偏差値は2位の B ランクです。距離とレース感覚と対戦成績を高評価しました。対抗丸を打ったのは13番アグリです。能力偏差値はトップの B ランクです。対戦成績にリスクはありますが、レース感覚を高評価しました。黒三角を打ったのは16番 トゥラベスーラスです能力偏差値は3位の B ランクです。対戦成績にリスクはありますが、距離を高評価しました。白三角を打ったのは3番、ホープフルサインです。能力偏差値は5位の C ランクです。展開とレース感覚と対戦成績を高評価しました。以上、指数グラフメソッドによる能力、適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え、 新聞コメントや調教などの情報も加味すれば、必ず回収率向上につながります。ぜひ、指数グラフメソッドをお試しいただき、ご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。